今回はスクミトル50話から60話を見ていきたいと思います。音量注意。なんかある。これを越してた。まっすぐ終わるけどね。で、俺も見てます。あまり声入れないでやってきます。ことで終わりましたね。いや、60話がやっぱ心配。じゃあ次は、じゃあこれで見てこう。これ時間かかるかもな。ごめん、今ちょっと目閉じてた。あ、ここ声ないんだ。あ、ごめんなさいね。これ実は声ないんです。これどうにもできないんです。エアコン2つあるやん。で、なんかの文字。これメディックカメラマンの腕どうなってんだろう。これ後ろよく見るとメディックカメラの愛してね。73はパート1でね。やばいことになったね。70話の時からやばかったんだよ。あ、アストロね。いや、まあこうしてみるとアストロもね、意外とすごかったね。おー、で思うんだけど、この戦車めっちゃくちゃかっこいい。かっこガチ。あー、ついてるね、あれが。ボルトライザー。ところで終わりましたけど、67話パート1を見る気はねえぞ。早いかもな、これ。うわー。ってことは、じゃあ次はこっちだね。ここ台湾なんで、もちろん台湾の CM 入ります。何これ。ごめんね、これね。
YouTube 見たっとっとっと。難しいんだよ、これ。最初から声ない。ひぃ、やってくバイバイ。ね、ちょっと音聞こえるでしょ？知ってる。これなぜか57パート1がショート動画で公開された後に新しく公開されたので54話。まあグリッチは初倒したねところだから。やべ。まあね、実はね、スケベニトイレにウーマン系がいるんですよ。ただこいつらは戦うのでね、はい。しっかり戦ってくれるやつだです。クソ49はスキップしたから大丈夫だと思ってな。ウーマン系見ちゃうとね、なんかね、勘違いされちゃうんですよ。やばいものと、よくある YouTube で、あの、オタクが見てるやつと。それとは違って、ウーマン系はね、とりあえずただ単に好きなトイレをよくよく倒す。あとやられない。さあさあさあ。そういえば、初めてだもんね、ここでバスタブが本当の正体を表したの。あの時は隠しキャラとしていたけど、今回はもう本当にね、ドーンってね、現れてく。うわー、でもなー、これ遅くてごめんね。ごめんね、これね、見るのが遅くて。でもあの時ね、こういうの投稿する気はなかったからって、スカレディスメントラー現れんじゃねえぞ、これだ。ねえ。これも最初ゲロだと思ったよー。あとこれね、これ最初公開された時やばかったね。俺もね、実は49話と出た時ゲー丸を吐いてしまいまして、はい、なんかママ喧嘩してんな、まあ、いっか。おー、この時ナイフ丸いと思ってたんだよね。丸くなかった。あとテレビは後ろ向けの、すごチチチってなっちゃってるから。そうそう、考察、スキビニトイレ考察っていうところでもね、これもね、リーク見ましたよ。はい、でこの次のね、これ最初びっくりしたね。最初さ、えっ、瓦礫てっきりね、町のさ、あれさ、部品がついたのかと思った。まあ確かに瓦礫にも見えるんだけど、これ実はね、ブレードついて、それでブラスター2つ、まあ、全てのスピーカーが赤くなったっていう、あと防御力アップで、上になんか屋根みたいのついて、なんかさらにかっこよくなったっていうアップグレードなんだよね。はいはいはい、ジャッジ、オーカーフェスイスイシェイミルキーはねえよ。あ、これかわいい。もしかして途中かも。あ、ごめんなさい、これ途中でした。ねえ、初期からもね、ブルースーツカメラマンいたんだよ。知らなかった。63話で SCP 図鑑があれ語る前には全然知らなかった。現場で見送ってるなぐらいしか思ってない。いいか言うか。さあ、あともう少しの辛抱だ。見終わるぞ。この動画めっちゃくちゃ時間かかってんな。スキビトイレ見んだけど、こんな時間かかんの？まあ、俺もちょうど振り返りたかったからいいけど。ねえ、でも見てるとね、なんか、興奮してきちゃうね。光って興奮させる力あるから。やばい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 、頼む、早くして。これきついな。なんか、どこかさんの YouTube さん、ゼルフィーさんかなが、ゾンビユニバース1話から24話見るよ。あれ絶対きついよね。これは10話だけでもこれぐらいきついのに、ゾンビユニバースなんかもっと長いから。もちろん、ハゲに厳しいタイタン。でね、これね、このパラサイトに洗脳されると、なぜか後ろにヘリコプターがつきます。
で、これで、おお、違和感すごいって思ったのよ。まあ、今回、73話、パート2が公開されたから。やべえ。やべえよー。10分。10分もかからないと思っていたものの、終わった。毎回 YouTube さ、ママ見てくれてるからいいんだからさ。うん。で、もう一回紹介しますが、ウーマン系は、ただ単に戦って、カメラマンたちを、まあ大体ね、一緒に戦ってあげるみたいな感じで。いわゆるスパイ的な感じですね。あと動きがアクロバティック。ねえ、これね、57はね、公開された時、え、投稿早っって思ったよ。この曲もね、70話で流れちゃったよね。これも投稿待った。めちゃくちゃ待った。これ山形にいる時だもんね、確か。山形にいた時だもんね、これはさ。あれ、上になんか新しいスキビリなかった？毎回俺新しいスキビリでシークレットエージェントいる。気づいちゃった。ね、やっぱ注目すべきやね。このタイタンスピーカーマンの暴れっぷりを。フルフルゲームさんのあの、アフレコですと、逆に俺たちが敵やなっていう。俺最初はね、適当なロケットスキビリかと思って、甘く見てました。60話から恐怖は始まった。よし、あともうすぐで59話。58話投稿されて、そして59話。投稿されたんだ。え、声なくない？終わったー！あ、よかった。で、これ新しいスキビリなんだよね、一応。で、この笑いっぷりを、で、この打たれっぷりを、で、この近づきっぷりを、え、ヘルメットかぶってなかった。うわぁ、口やぶぇ。確かね、ファンメイドでも詰め込んでたよね。で、この時からね、スピーカー群がようやく、うん、なんかでかいヘルメットなかった、今。やっぱり、あれなんだろう、よくわからね。いいね。え、この時も流れてんじゃん、あの曲。今、オッケーと。あ、最新話出ちゃってる。最新話出ちゃってる。これ、えぐいよ、えぐいよ。最新話えぐいから。ね。ちょっと大丈夫か。よし。60話までは一応大丈夫。大丈夫。こいつも一応アクロバティックに動いて、まあ一応ね。そんな、オタクが見て興奮するようなやつじゃなくて、普通に助けてくれる、あと仲間もいないやつ。あと陽気に劣ります。知らんけど。さあ、60話だ。最後だ。13分もかけてる。そろそろ終わりにしたいんだ。え、なんか飛行機ない今。あ、もしかしてあの飛行機採用したのかな。で、このゲームを65話で再現されて、65話のアシートがね、73話、パート2ね、地中から出てきて、なんかアップゲールされたように爆発じゃない。この時からだよね、敵対してたの。懐かしいな。この時まだ2学期始まったばっかの日曜日。で、三村さんっておじいちゃんのところ行ったのよ。僕最初これさ、おー、こんな感じか。まあ予想当たってよかった、みたいな感じで。で、あと、個人的にアームがなくなってて、うん、ちょっとなーって思った時もあった。あの、サイエンティストのアームね。で、この時からなんだよね、テレビで見れるようになったの。そして、このさ、スピーカーの兵士。
叩けのメスってところで、じゃあ今回の動画は終わりにします。じゃあバイバイ。だから荒いな。